さあ1点を追いかけますライオンズ。トップバッターの松井から始まります。今日最初のバッターボックスは内野安打、打率が3割に乗りました。まあ、松井選手も例年ですと、はい、やはりイチローと同じように4月のスタートというのは、あまり良くないことが多いんですよね、はい、ショコーンとバットを出してレフト追いつきました。加瀬でもその中でも今シーズンというのはいいスタートは切ってると思うんですね。そしていいスタートといえばこの大友です。今日も最初のバッターボックスで右中間へのタイムリー。打率は現在3割4分ちょうどです。そのシーンをご覧いただきましょう。キャッチャーの構えとは逆に来たストレート、鋭く右中間へ運んでいきました。俊足の松井が一塁から一気にホームを踏んでまず1点を返しています。その後垣内併殺の間にもう1点。この大友も去年は右打席スイッチなんていう話があっていろいろと悩んでたと思うんですけども、はい、今年はやっぱり左1本ということで。そうですね、まあ、少し遠回りはしたんですが、踏ん切りがついていいと思いますね。なるほどね。この打席はセカンドゴロ、大島の正面でした。2アウト。期待された松井和夫、大友打ち取られて2アウト、ランナーありません。まあ、なかなか西武の特徴としてこの 1,2,3 番が出塁、しないとかなりの苦しい展開になるんですが。そうですね。どうしてもピッチャーの方が立ち直って、フォアボールを出さなくなってくると、この3人では苦しいかなっていう感じは受けますね。はい、開幕からずっと3番に抜擢されているこの尾関。昨日は9回表素晴らしいバックホームでチームを救いました。当たりは良かったんですがピッチャー正面。3回の裏ライオンズ1番からという好打順でしたが3人で攻撃終了。西武ドームは3回を終了しています。